山崎川は、愛知県名古屋市を流れる河川。二級水系、山崎川の本流である。愛知県名古屋市畜作の平和公園内にある猫が、洞池などに源を発し、南西方向の昭和区、水北、南区へと流れ、港区で名古屋港へ注ぐ。最上流部の畜作池上町から、畜作元山付近までの 1.16km は、巡洋河川となっており、 昭和50年代初頭に暗渠化された。鏡池通付近の区間も暗渠化されており、川が姿を現すのは、筑作本山から鏡池通りまでの稲船通り沿いと、田代本通りを越えた大島町付近以降である。昭和区、水保区あたりでは、おおむね厚田大地と、矢ご丘陵を隔てるように流れる。名古屋市水保公園のある、中流域までの川沿いには広範囲にわたって、 桜の木が植えられており、山崎川敷の道として日本桜名所100選にも選ばれている市内屈指の桜の名所である。2013年には名古屋市が公募した町並みデザイン20選にも選定された。また1987年には旧建設省からふるさとの川モデル河川に選ばれている。支流として 昭和区早戸町の早戸池を水源とする五軒屋川があり、昭和区断径通りの出会い橋付近で合流する。晴天寺の水源は、猫がイ池からの導水のほか、名古屋大学校内にある鏡池からの放流水、地下鉄川名駅構内に流出する、地下水、五軒屋川からの流入水のほか、中流域で山崎川に直に流出する。 地下水と山崎水処理センターからの放流水だが、雨天時には流域のポンプ場などから雨水が流入。なお、猫が、ホラ家には山崎川の洪水防止を目的としたベルマウスが設置されており、上流域で雨により水位が上昇した場合には、ベルマウスから畜産台川を経由して八田川に排水される。約1万年前の縄文時代には、 現在の水保陸上競技場付近が河口であったが、海面の交代や土砂の堆積によって、平安時代には現在の荒玉橋付近が河口になっていたと推定されている。西暦717年の尾張小津には、星崎の隣に山崎の地名があり、川の名の由来にもなったと考えられる。江戸時代には下流部で神殿開発が進んで、次第に流路が延長された。 標方13年、天白川の氾濫を抑えるために、山崎川との間に水路が改作されたが、これによって山崎川の氾濫が増えたほか、天白川でも氾濫が頻発したことから、原文6年はあるいは、官報2年に、水路は埋め戻されたという。現在の川口付近の川筋は、安政3年の標質日田の開発に伴って、付け替えられたもので、それまでは、 現在の国道1号と交差する付近で西に向かい、当時の堀川河口の南で伊勢湾に注いでいた。昭和初期には市内の他の河川と共に運河化の計画があったが、戦後のモータリゼーションによって計画は中止された。上流域では1953年頃から宅地開発が進み、道路の冠水や宅地の浸水が発生。 1959年には伊勢湾台風によって下流域を中心に波堤が発生した。1964年から1974年にかけて猫が、ほ池から八田川への排水設備が整備されたのに、加えて池の環境保全を目的として山崎川への水の流入は1979年から2010年2月までは池の水位をもとに制御されており、 冬季や夜間には停止されていた。2010年2月に山崎川への導水施設の損傷が発生、施設の修繕、新設を経て2012年7月以降は、通年導水が行われている。なお、かつては愛知県によって管理されていたが、2007年4月に管理権限が名古屋市に移譲されている。江戸時代の山崎川については、文政5年に刊行された。 知事、軍村巡行記に、以下の記述が見られる。山崎川上にて川な川と運、ゼハスエモリ村猫道七津川親ぶ池の、水落ちこれり、下吐き左右門の新田道徳神殿の間に手かへ落ちつ。山崎京調十二軒幅見回り、大道武行修造を手のひらる。教法十三母神殿、天白川を、この山崎川へ一旦西遊の鹿、十四年の間に、 天白川17度決壊し、ところ、砂入りなりしにより、原文六鳥年天白川元川、へもと山崎川上今なれり。上流猫が、ほらいから、筑作元山付近までは、暗居で、橋はない鏡池通りに交差点から、田代本通り4丁目付近までは、暗居で、橋はない下流。ありがとうございます。